ース315。皆さんこんばんは。今週も始まりましたニュース315。こちらは最高なニュースをいち早く皆さんへお伝えする番組です。私キャスターの中島よしきです。よろしくお願いいたします。そして本日のコメンテーターは伊藤健人さんと伊藤さんのお母様です。よろしくお願いいたします。健人シャツ出てるわよ。あごめん。ほらもう全く健人ったら。お二人はなかなか仲がいい親子関係でいらっしゃいますか。そうなんです。もういつも健人がお世話になっております。いえいえこちらこそ。伊藤さんはそんなね、はい、むっつりされてどうしたんですか。いやちょっとこういうのちょっと初めてなんで。もう恥ずかしこのこった。いつまでも小学生みたいでしょ。ごめんなさいね。伊藤さんはね現在声優さんをねやられてまして。そうなんですよ。今回は今年も見に行ってね、楽しかった。お母さんも見に来ていたの。行きました。自分で来てたんなら言えよ。当てたのよ。当てたいやっぱ。この MC 良かった。それでは最初のニュースをお伝えします。このニュースについて伊藤さん、そしてお母様はどうお考えですか。ケントがいつ彼女を連れてきてくれるかだけが気になってるの。あそうですよね。お年頃ですからね。孫の顔が見たいわ、ねえケント。そう、あと10年待って。あと10年文字文字文字10年。お母さん死んじゃうわよ。まだ元気まだ元気だろ。まだ還暦にもなってないんだから。そんなのもうじゃあお母さんが産むわ。もう何言ってるんだ。何言ってるの。これは私を誰。続いてはこちらのニュースです。このニュースについて伊藤さん、そしてお母様はどうお考えですか。お母さんこれ食べた。あゼリー。あケントが買ってきてくれたの。ありがとう。お母さんさっきイヨカン食べられてましたよ。イヨカン食べたわ。どうでしたイヨカン。ケントのイヨカン美味しかった。ケントのイヨカン、うん、いやもう俺のイヨカンじゃ。本当にケント不器用な子なんですけど、これからも皆さんよろしくお願いします。プロデューサーさんでしたっけ。プロデューサーさん。それはどういう。よろしくお願いしますねケントのこと。じゃあお母さんそろそろ帰るわね。あ帰っちゃうね。じゃあ伊藤さん、なんか最後に締めに一言いただいていいですか。デイリー山崎アイドルマスターサイド M。 うんそうだ。あでもめっちゃ惜しいなこれ。えこれってもらえる。ニュース最後もらえる。もらえる。やったー。皆さん最高の週末をお過ごしください。母さんもらえるってこれ。それではまた来週。でももらえるってこれ。もらえる。一体どんなことを知ってみたいんだ。始めようぜレッスンを。